はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は難関校の算数、筑波大附属駒場中学のね、面積の求め方の工夫の、2回目です。前回のやつとね、使い方っていうのかな、工夫の仕方は同じなんですよ、ね、でもちょっと違うんです。この中学受験さくららチャンネルは、この私竹谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、早速やってみましょう。すぐやります。さあ、筑波大附属駒場中の面積の問題。三角形や扇形を組み合わせて作った図形です。さあ、これで、ただね、これね、扇形はありません。三角形を組み合わせて作った図形と。で、この時に斜線部分の面積の和を求めなさいっていうわけです。ここに3センチ、4センチ、5センチの、ここが直角三角形がありますね。で、そしてここに細長い3センチ、6センチの、三角形があるんですけれど、この角度は分かりません。でもここが90度、こちらも90度なんです。だから90度の直角三角形なんでね。で、ここ90度なんです。36、これ直角三角形なんです。で、これもまたですね、あと3センチと3センチ、こことここの長さが等しいわけですよ。で、どういうふうに工夫していくかっていうと、90度でしょ、90度でしょ、180度です。これ2つ合わせて。そうだとすると、この斜線部分のこの角度とこの角度もまた足すと合わせて180度なんですよ。ってことは、ここが3センチですからね、こことここをひっくり返してピタッとくっつけると、ここ一直線なんですよ。この5センチのところと6センチのところが一直線になって、3と3のところをくっつけるわけです。そうと、ここがここに来ますから、こんな感じ。こうでしょ。ここに345があります。3センチ、4センチ、5センチ。で、そしてこの3センチ、ここは変わらないで、これをここに持ってきます。だからひっくり返してピタッとくっつける感じ。こういうふうに。そうすると、6センチのところがここに来て、こういうふうになります。ここはここです。36ね。こういう三角形ができるわけです。だから、ここは180度です。一直線です。こう90度、90度だから合わせて180度。そうするとね、今度ね、この三角形の面積は分かるんですよ。直角三角形だから、3かける4割る2です。ここは3かける4割る2の6平方センチメートル。さあ、そしてこれを全体の三角形と考えた時に、ここでピッと切ったら、この底辺の比が5対6でしょ。底辺の比が5対6ということは、面積比も5対6ですよね。底辺が5で高さがここですから。底辺が6で高さがここですから。面積比は5対6なんです。ってことは、5が6平方センチメートルですから、6対四角。5かける四角は36。四角は36割る5の7.2平方センチメートル。だから、こちらは、5が6に対して6は7.2平方センチメートルになるわけです。で、何を求めるかっていうと、この斜線の部分の2つの面積の和ですからね、こちらが6平方センチメートル。こちらは7.2平方センチメートルなので、6たす
7.2 は13.2。答え13.2平方センチメートルと、いうことになるわけですね。ここが180度だっていうのを利用するとね、もし、そしてなおかつこの3センチ3センチ長いと、ね、長さが等しいとピタッとはまるんだと、ね、でそして一直線だ、こういうね、細長い三角形ができるんだと。そうするとそこを取っかかりに面積が出せるんだということです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。